さあ、すべてのライダーがグリッドに入ったというところでご紹介いたしましょう。フォースフライトクラス出走ライダーです。まずはポールシュター、ゼッケン99番、中野英志郎、チームロイズ、前田バイクショップ、タイマー39秒525。2番手にはゼッケン1番、日高正則。3番手、ゼッケン5、西村俊明、チーム久留米さん。ゼッケン14、4番手は、ゼッケン14番の西山、チーム台風 WG。以上、4名がフロントローからのスタート。5番グリッドからは、31番の横山、藤村レーシングプラス森下組。6番グリッド、9番の橋本、SS 夢猫、ニコニコレーシング。7番グリッドからはゼッケン7番の宮尾、YSP 浜松&ネルガル。8番グリッド、9番の市川、バードマン。9番グリッド、77番岡本。10番グリッド、11番の関、全開屋。以上、10名のライダーが出走。フォースライトクラス、周回数15周で争われます。さあ、フォースライトクラス、この後行われますフォースロークラスよりもですね、レギュレーションの改造幅のレギュレーションがちょっと厳しい、排気量が少々少なめのクラスとなっております。さあ、すべてのライダーがグリッドに入りました。グリッドから止まります。レッドから1番でしょうか。ゼッケン1番、日高正則。2番手には西村の模様ですね。3番手、ちょっとゼッケンの確認ができません。 2桁ゼッケン。さあ、1番、6番、99番、31番、14番、9番、7番といったオーダー。フォースライトクラス、オープニングラップ、現在レースをリードするのはゼッケン1番の日高、2番手西村。ローポイントコーナーからボールポジションからスタートいたしました。99番中野が前を走る、西村を伺おうというところ。しかし変動はありません。オープニングランを取ったのはゼッケン1番の日高、2番手西村、3番手中野、4番手に31番の横山といったオーダーです。さあ、日差しと風が強くなってまいりました。ここシライトスピードランド、サイドバイサイドのバトルが繰り広げられております。西村に対して中野が引用かかったというところ、第3コーナーで完全に中野が前に出ます。本日のポールシュター中野英志郎は39秒525と非常に素晴らしいタイムで予選を終えております。これに対してその他のライダーは40秒を切ることができておりません。唯一39秒台で決勝クオリファイを行って、予選クオリファイを行った中野英志郎、じわりじわりと前を走ります。トップレースをリードする日高を追い上げようというところ。さあ、本日の勝日高について中野、そして西村、さらには横山、西山と続きます。第3コーナー、まだまだ順位が変わるといったほどその差は縮まっておりません。しかしながらじわりじわりと中野が間違いなく目に見えて日高の後ろに迫っている。そしてインフィールドに入ったというところで、3番手を走ります西村の後方には31番の横山が迫る。ダンロップ試験で完全にテールコーノーズの状態になりました。さあ、そして最終コーナーからホームスレッド上、トップ争う以内のマシン、日高か中野か、順位の変動は未だありません。さあ、第2コーナーから第3コーナー、ブレーキング合戦ではまだ中野無理をして日高を追い上げようとはしない。じわりじわりと近づいていこうという中野の作戦なんでしょうか。繰り返しご案内いたします。続いて行われます決勝レースはフォースロークラス、フォースロークラス決勝です。フォースロークラスに参加のライダーは至急1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。お呼び出しいたします。
します。 SB クラス前傾12番矢口選手、 SB クラス前傾12番矢口選手、計測器がこちらに帰っていないようです。ブラケットごと取り外して、至急1コーナー手前ウェイティングエリアの、スタッフのところまでお持ちください。繰り返しご案内いたします。 SP12 SP50 クラス、ゼッケン12番矢口選手、至急計測器をブラケットごと外して1コーナー手前ウェイティングエリアの、スタッフのところまでお持ちください。の入り口のところで一夜の転倒がありました。どうやら部員の散乱があったようで、スタッフそしてライダーの手によってこちら片付けが行われております。現在レースは6周をクリア、残り周回は9周というところ、いよいよ序盤戦から中盤戦に入ろうというところ。トップを走りますライダーゼッケン、1番の日高に対して、おっとこれ99番中野が前に出ておりますね。中野がトップに立ちまして日高2番手となっております。ローポイントコーナーから最終コーナーに向かう2台のマシン、黒いマシンが前を走る中の後ろの白いバイクが日高となっております。さあベストタイムを見比べてみますと、中野トップ中野に、中野が39秒532に対して2番手日高は39秒901、さあコンマ4秒ほど中野の方が速いといったアドバンテージを握った状態で周回が続いている。しかしながら日高中野に離されまいと必死に食らいついている。コンマ4秒のですね、ベストタイムでコンマ4秒の差がありながらもですね、このペースを保ち続けるというのは日高にとってはちょっと無理をしたような形になっているかもしれません。さあダンロップ圏ローポイントコーナーでバックマーカーが1台誕生。トップを争う2台のマシンはこのバイクを難なくクリアしていきました。さあ本日の賞99番の中野に対して日高離されまいと必死に食らいつきます。先ほどの周回中野は40秒223に対して日高は40秒107、さあ日高が頑張って中野に追いつかっているという形になっている。そのプレッシャーが中野にはどのように影響するでしょうか。さあそして3番手争いにはゼッケン5番の西村、4番手横山、5番手西山といったオーダー。西村の前にバックマーカーが、あっと西村このバックマーカーに遮られまして順位を2つ落としてしまいました。中野、日高、横山、西山、西村のオーダーが変わります。さあそしてトップのマシンは今コントロールラインを通過、残り周回は6周となりました。2周を終えております。中野、日高のタイムディフェレンスはコンマ393、2つは離れずといったところ。どちらかと言いますと前を走る中野に対して後方から追い上げる声の方向、あっと第3コーナー西村転倒。さあさらにもう1台が巻き込まれている。これは誰でしょうか。すぐにリスタートすることができましたが転倒を喫してしまったのは14番のバイク、14番西山。あっとここで西山もマシンのダメージが大きかったのか、残念ながらリタイアです。いやまだ西山走れますか。さあセクシーコーナーなんとか走ろうという気はあるようです。キックでエンジンをかけようという西山。さあエンジンに火が入りまして西山、14番西山リスタートは可能となりました。注目のトップ争いローポイントコーナーから最終コーナーに向かってまいります。こちらの2台のマシン、トップ走る99番中野のゼッケン1番と日高の争い。さあ先ほどの周回はコンマ4秒台だったその日本ですが再びコンマ3秒台に入ってまいりました。この周回コンマ349がこの2名のディファレンス。さあ日高にとってもまだまだチャンスはあるかもしれません。ベストラップを見てみますと39秒532の中野に対してゼッケン1番日高は39秒815、しかしながら先ほどの周回では39秒191の中野に対して日高は39秒850とおよそコンマ1秒早いタイムを刻んでおります。さあ前を走る中野のラインを盗んで日高走りに何か目覚めることがあったんでしょうか。ホームスペースを掲げる2台のマシン、この周回はその差はコンマ532まで開いてしまいました。周回数12周を数えまして残り周回は3周、現在トップ争う99番中野、そして日高の争いが激しくなっている。
さあ Z コーナーからソックスカーブへ入ってくる2台のマシン、前を走る白いマシン、黒いつなぎが中野、そしてその後方赤いつなぎが日高、ダンロップ試験を超えましてローポイントコーナー、まだまだ順位の変動はありません。さあホームスレート上91番中野がトップ、2番手日高、残り周回は2周となりました。この周回2人のディファレンスはコンマ681まで開いてしまった。さてトップを走るゼッケン99番中野がラストスパートをかけてきたんでしょうか。残念ながら食い下がった日高、これでは歯が立たない。先ほどの周回39秒62以降の中野に対して日高は39秒774、まだまだ余力を残しておりますが、トップを走る99番の中野エース、ダンロップ試験からローポイントコーナーを越えて、もうすでにここまで来れば順位の変動はないというところまでアドバンテージを握りました。99番中野、そのまま1コーナーに飛び込んでいって、いよいよファイナルラップに突入。目の前には1台のバックマーカーがおりますが、このバックマーカーを難なく処理。さあ日高必死に中野を追い続ける。さあ先ほどの周回は1秒005まで開いております。中野日高のディファレンス、最後の最後まで余力を残しての走行でした。99番中野、さあソックスカーブからダンロップ試験に飛び込んでくる黒いつなぎのマシン、白いマシン、コーナーから最終コーナーへ、アウトが合えましよ。99番中野がトップでチェッカー、2番手あと1本惜しくも及ばず日高。さあそして1台バックマーカーを挟みまして、3番手単独走行31番の横山がコントロールラインを通過。そして4番手、ゼッケン9番の橋本慎也がチェッカーを受けます。さあそして最後の最後バトルとなっております、ゼッケン7番宮尾とゼッケン6番の市川、どうやらこのままゼッケン7番宮尾が、この争いに終止を打った模様。5番手に7番の宮尾、6番手6番の市川、7番手11番関大二郎となりました。さあそして見事フォーストライトクラス優勝を飾りましたゼッケン99番中野英志郎、チェッカーフラッグを持ってのウィニングランです。